伐採所いくら探してもないはずだよね。フランシスから愛を込めて。私も延々と何時間か探してたかもしれない。まだフランシスの手紙だったかな。静かな伐採場で見つけるやつ、見つけられてなくて探してるところです。フランシスの手紙、見聞録なんだろうか。見聞、これか。あ、入ってない。静かな伐採場だって。あー、そう。でもこれ分かりそうだけどね。だって場所書いてあるじゃないですか。静かな伐採場でしょ。そう、難しい場所にあるとは思わないんだけどな。隅っことかテーブルの上によくありそうなもんだけど。え、そうなの？伐採所じゃないんですか、バータンさん。あと、いい情報。おぉ、やばいな。うん、道路の前にあるスクールバスの立ってるとこの家の中にありましたよ。あ、そう。ありがとう。その情報をもとに取りに行って、クリアして動画にさせてもらう。よし、いい情報いただいたんで。レイクタウン、あー、これレイクタウンってこれか。このマークのここだね。この道路沿いに家がある。そう、あれか、黄色いスクールバス。あー、バス停じゃなくてね、スクールバスのことだった。スクールバスがある。スクールバスなのか、普通の民間のバスなのか。この家か、あれじゃあ。へぇー。でしょ。ほら。ああ。最愛のエイダへ。読む。エイダ、風は良くなったかい？近頃天気が不安定だし。ここでしたね。フランシスから愛を込めて。一生に一度の最高の結婚式を挙げようだって。ん？これって見つけるだけでいいの？見つけるだけでいいんだね。この手紙を拾って、拾うのが条件で、拾ってから何かするわけじゃないんだ。最愛のエイダへ。ラブレターの一番最初のこれは、ちょうどレイクタウンの信号灯の真ん前の感じかな。この、座標で言うならここ。まだ撮ってない人はぜひ、ここに来て撮ってみたらいいんじゃないでしょうか。教えてくれてありがとう。絶対見つからんかったね。伐採所いくら探してもないはずだよね。いやー、ガータンさんに教えてもらえなかったら私も延々と何時間か探してたかもしれない。恐ろしいですね。愛情になんてなかったんだね。あんな風に書かないでほしいね。伐採所にあるって書いてなかった。やめてほしかったね。